皆さんこんにちは。大久保バッティングセンターチャンネルの大原です。今回はですね、バッティングでこう当てに行ってしまう癖があるというコメントがあったので、それについて当てに行かないようにしていくためにどうしたらいいのかというところをね、やっていきたいと思います。それではやっていきましょう。腰が抜けてしまってボンボールに対して近づいてしまう癖がある。当てに行く癖がある子って大体2つかなって思うんですけど、1つは頭ですね。頭がついていっちゃう子、要はボールに対して頭がついていっちゃう子は当てる子、全力でこう振れないんでポーンと当ててしまう。でもう1つは腰が抜ける子ですね。振りに行った時に腰が抜けてしまってポーンと当てに行ってしまう。2パターンに分かれるのかなっていう感じはするんですけど、まあその2つをね、どうやって直していくかっていうところなんですけど、まあまず1つ目のその頭がこう落ちる子、直し方的には例えばですけど、その頭が落ちるっていうことを生かすっていうパターンがありますよね。でそれの生かすパターンっていうのが縦振りになります。だから多分おそらく頭がさ落ちて当てにいってしまう子は、頭が落ちてるにもかかわらずバットは上から出してしまう子、バランス的に悪いですね。こういう打ち方するが当てにいってしまう感じですね。でだったら頭が落ちるんだったら、そのまま縦振りで下から、まあ、下からじゃないんですけどね、下からスイングをコーンと上に上げていくようなスイングをすることで、スイングの軌道を変えることで当てる技術、当てることじゃなくて振る、しっかり振るっていうことに変わっていきます。こうやって直すパターンが一つ。もう一つが、まあ、この頭のね、こう倒れることを直すっていう意味でね、しっかり距離を取るっていうことですね。ボールとの距離を取る練習をする。例えばこうトップは作ってもボールが来た時に顔がこうやって行ってしまう。じゃあその時は足を先に出して距離を、ボールとのずっと距離を取る練習をして打っていく。これも、まあ、バッティングで、ね、急にできるかっていうのは無理だと思うんで、それはティーバッティングとか素振りから練習していく、この方法ですねがあります。で2つ目の、腰が引けてしまう。腰が引けてしまって当てに行ってしまう、ね、自分ではここまではよっしゃ振り行こうと思ってるけど、腰がポンと抜けてしまうために力が抜けてしまう。でタイミングは合わない、こうですね、そういう子たちは、まあ、ここですね、もう改善では完全にここです。ここが抜けないように練習していくことですね。で一つはどうやってやっていくかというと、この膝が、踏み込んだ膝が伸びる、ビンと伸びることでこっちの股関節がポンと抜けやすくなりますよね。なのでこれを曲げた状態で練習するということですね。要は曲がった状態、膝が曲がっている状態で素振りをしたりティーバッティングをしたりする練習をきっちりやるということですね。それでこう逃がすの、逃げるのを抑える。これが伸びてしまうと僕でもやっぱりね、こうやってめくれるんで、でも当てる人ってこう打ちに行った時にアウトコースにポンとボール来て、こうやって当てたりする子はする人っていうのは多分そうなってるので、それをしっかり膝をしっかり曲げた状態でスイングをするっていう練習をやっていく、まあこれですね。まあ2つ目に関してはもうここが原因だと思うので、ここをしっかり止めていく、抜けないように練習するために膝を曲げた状態、こう曲げた状態で壁を作った状態で練習するということですね。この2つで、当てにいってしまう癖が治ると思います。あとはですね、まあ、考えられるのは結局追い込まれてる時とか、追い込まれてる時ってもう三振したくないんで、強く振ることじゃなくてもう何とかして当てようと。それは当てに行ってしまうっていうわけじゃなくて、それは当てに行ってるってことなので、そこは意識の問題だと思うんで、ね、追い込まれるまでに勝負を決めれたらいいなっていうのが、大体普通だと思うんで、追い込まれた後はもう、ね、食らいつくっていうことなんで、それは当てに行くっていうことではないと思うんで、それは意識の問題なんで、そこは別に意識を変えることで多分変わっていきます。はい、それではですね、ティーバッティングやっていくんですけど、まず一つね、頭が落ちる子、頭が落ちる子で、それを生かす方法として先ほど縦振りですね、これやっていきます。多分おそらく当てに行くときって、まず悪いですね、当てに行くときって頭が落ちてこうやって、頭が落ちてこうなってるのかかわらずバットは上から出してしまう子がこう力が抜けてしまう原因やと思うし、当てに行ってしまう、まあ、全力で振れないと思うんですよね。ここが、そういうことだと思うので、それをそのまま頭を落としたまま上げていく、縦振りをしていくというですね、実際にやってみます。
落ちても頭が落ちても上げていく、そうですね。そのね、やっぱり癖を直すっていうことも一つ方法なんですけど、逆にその癖を生かすっていうのも方法なので、そういうこともできると思うので、頭が落ちる子に関しては、直すこと、そして、生かすこと、2つのパターンがあると思うので、ね、それを試してみてください。じゃあもう一つ目ですね。もう一つ目のそれを直していく方法っていうですね、まあ、距離を取るということですね。まあ、実際にね、ボールが来た時に頭が落ちる子っていうのはボールに対して近づいてしまう癖があるということなんで、それを距離を取るということですね。距離を取ってバットを出すということですね。だって実際にバットはこれだけの長さがあるので、長さがある分顔が近づいてしまうと、やっぱり長さを利用できないことが多いので、触れないで当ててしまうということだと思うので、しっかり距離を取って、打っていくということですね。目でボールを追う、顔でボールを追うんじゃなくて目で追うっていう練習ですね。なのでこの実際この姿勢を意識してください。まあノーステップでいきましょうか。姿勢を意識してまっすぐな状態を保った状態でこのままバッティングするっていうことですね。体を動く、この体自体をこう動かさずにこういう使い方意識をで打っていくということです。やっていきます。こういう感じですね。目だけでボールを追って打っていく、目だけでボールを追って打っていく、まあこれは直す方ですね。距離を取りたいということですね。距離が近くなる分バットが出なかったりするので、距離をしっかり取って、ちゃんと取って目でしっかりボールを見て、当たったところもちゃんと距離を取っている状態で見る、この練習をして、で実際にバッティングをやっていくということですね。でこの時のポイントっていうのは、やっぱり前に突っ込んでしまう癖がある子は多分頭が落ちる子が多いと思うので、なるべく後ろ軸と後ろこう距離を取りたいんで、重心を後ろに持っておく必要というか感覚が必要ですね。であって、そのまま距離を取ったままバッティングし、近づいていかずに距離を取ったままバッティングし、こういう意識で練習してみてください。でもう一つの、股関節、ね、この股関節が抜ける子ですね。まあ実際にやってみましょうか。こう来た時にこういう子ですね。これが膝が伸びてしまって抜けてしまうためにスイングをしようとした時に振れなくて、こうね、体は後ろ、バットは前、アンバランスな、ね、スイングをしてしまうから、当てに行ってしまうっていうことですね。これをどうしていくかというと、先ほど言ってるこの伸びる動きじゃなく、伸びる動きでそうなるんであれば、曲げてロックをかけるということですね。曲げた上で壁をしっかり作った状態でティーバッティングをするということですね。これがやっぱり悪い子って、これがやっぱりこうめくれてかかとがね、つま先が上がってしまってこうなる子が多いと思うので、それを我慢させる練習にもなるので、そこを踏み込みの練習になるので、曲げた状態でしっかり打つ、でこの時に曲げてるんで、股関節もちろんこの股関節にも入ってますけど、お尻にも結構張りが、パチッと張りがあるので、その時はちゃんと我慢ができている証拠です。このお尻に力が抜け、お尻に我慢ができてない時はやっぱり抜けてるってことですね。お尻にこう張りがある状態の時は我慢ができても、張りがなくなっているってことは抜けてるっていうことなんで、そこはね、一つポイントとして押さえておいてください。で以上のようなね、練習をしていくことで、このね、2つのパターン、当てに行く癖っていうのを、ね、直せる可能性は高いです。なので、自分はどっちに当てはまるかなというので、当てはまる方はそういう練習をして、実際に試合で活かしてやってみてください。この動画がね、良かったと思った方はグッドボタン、そして、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。それでは失礼します。